1月4日、春日井市民会館で令和4年新年名刺交換会が開かれました。名刺交換会は市民の皆さんと新年の門出を祝い、市の末永い発展を願うため毎年開催されています。会場内には春日井市出身の書家、故野崎裕国さんの屏風の展示や市長議長と記念撮影ができるコーナーが設けられました。また市内で活動する新奏曲緑音会の皆さんが箏の演奏を披露し、会場に花を添えました。参加したのは市政功労者や自治功労者、また企業や学校の関係者などおよそ320人です。会はコロナ禍のため心の中で歌う国歌斉唱で幕を開けました。まずは主催者の挨拶として、伊藤太市長が新年を祝うとともに今年の市政への抱負を話しました。年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。私の任期は5月までとなりますが、今この時期は来年度の市政の方向性をまとめる重要な時期であります。その職責を果たすため誠心誠意全力で市政運営に取り組んでいく決意でありますので、引き続き皆様の一層のお力添えを賜らせようお願い申し上げます。続いて友松孝夫春日井市議会議長が挨拶をしました。市議会も引き続き行政と両人となり、愛する春日井のため暮らしやすさと幸せをつなぐ町の実現に向け一層努めてまいりますので、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。またコンサートグループ花の歌の皆さんが催し物として演奏を披露しました。春日井市文化スポーツ大使を務めるフルート奏者の林理沙さんをはじめ4人が新年ならではの曲を届けます。コロナ禍のため参加者同士交流することはできませんでしたが、素敵な音楽を通して新しい年を迎える喜びを共有しているようでした。コロナが少し落ち着いた時期に事業が一つありまして、第41回の総合歌展を無事に開催をさせていただくことができました。また市民の皆様にもこういった自然に触れる機会がなかなかないということで大変喜んでいただきまして、心の安らぎをいただいたとか元気になりましたといった嬉しい言葉も頂戴いたしました。マスクなしで歌える子どもたちの笑顔が見える演奏会がぜひしたいなということを思っています。3月の28日になりますけども、第31回の定期演奏会がなんとか開くことができるように今から祈っています。社会福祉協議会としては、できる範囲ですね、縮小した形での行事とか、そういったことをしながらでですね、1年でございました。昨年土曜ではありますけども、また多くの方の力を借りながら社協の使命であります、地域福祉の推進にですね努めていきたい、そう考えております。近隣のロータリークラブと共同でですね植樹をやったり、あと環境に配慮するというような活動で、学校の中学校の制服のリユース活動を支援するというような活動もですね、やっていきたいと思っております。昨年はもうコロナとそれとウトショックともう最後になって、またオミクロンということで観光組合の事業にも本当にいろんな支障がありまして、組合活動がなかなかできませんでした。今年はなんとか頑張ってやっていきたいと思います。新年名刺交換会は万歳三唱で締めくくられました。なお次回の春日井市政だよりは消防出初め式をお届けします。